始まりました。ジャックポット。ということで、今回は視聴者様ご依頼企画やっていきたいと思います。今回はドッキリ以外の企画もやってっていうのが結構来てるから、その中から選んでやってきました。あと高評価とコメントとチャンネル登録も待ち受けね。目隠しバッティングセンターをやってください。バット振るとき言ってな。はい、振るよ。はい、行くぞ。まだ、はいはい来るよ。全然来るよ、もう。はいはい、まだやね。タイミングな。行くでー。3、2、1、はいはい、まだ。もうちょっと後ろ下がろうか。もうちょっと後ろ目下げて。そうそうそう、それぐらいそれぐらい。で3、2、1、はい、3、2、1、はい、はい、はい、3、2、1、はい。いやいやいや、前に出すぎやわ。それは前に出すぎやわ。前出てた。前出てたよ。もうちょっと後ろ下がろうか。もうちょっと後ろ目下げて。そうそうそう、それぐらい、それぐらい。で3、2、1、はい。はい、V 対決やってください。お願いします。負けることないからマジで。いや、たまにな、DM で来んねや。ターボ君に負けるんじゃないですかみたいな。いくっすよ。いくっすよ。緊張するわ、こういうの。いきますよ。ガチでいくから。はい。よーい、ドン。ターボ君いけんちゃう、何してるんですか、ターボ君。あ、できました。いけるいける。行きましょう。はい、はい、はい。で、誰で、遅いので。はい、ストップ。41.25 ですね。遅いな。これ、はい、正式に測ってほしい。はい。ぶっちゃけだってさっき終わってたよ。そうですね。な、多分30秒台では絶対いってるはずやねん。だから絶対俺らの優勝やと思う。いやいや、負けてる。なんて？タオルーマちゃん。なんて？じゃあ言っていいですか？お前絶対無理。マジで言っていい？無理。ダサすぎっす。何がなさい。こんなにちょっと今生きて二人で俺ら早いからみたいな、早めに依頼してるから取ろうかみたいな。無理。バカ遅い。ちょ待ってね、俺ちょっと聞き捨てだなって。遅れ遅い、マジで。今さもすがにマジで俺に勝てるって言ったから。いや、ほんまに勝てる。ほんまにマジで勝負して。いや、マジで。マジで。ちょっと待って、ありえへんから。もうまず15秒いくって言ってたから、15秒でいけるって言ってたからな。今俺勝ってくるわ。じゃあもうトム君が怖すぎるわ。お腹いっぱいなんですよってエレベーターで今言ってへん。いや、信じ聞いて。これもう迫っ、俺立ってんや。立ってさ、エレベーター乗るやん。乗ったら僕お腹いっぱい。いや、でもマジ負けるちゃう。もう怖いわ。俺トム君が、いやいや、でもほんまにほんまに負ける気しやんってこう思ってくれてる人とマジで対決をしたい。だからちょっと自信なくなくちゃう。いや、あるっす、あるっす。自信はマジ余裕っす、正味。僕頑張ってトレーダーが作ろうと思ってるんですよ。なんか先ほど正味食べらないっていうところがな。怖いわ。で、最後のちょっとコマコマサラダとか甘めな、はい、それだけもうなしで、あとメインだけ食べ終わったら、はいみたいな感じで。 OK です。かますぞ。マジ余裕っすから。いきますよ。はい、よーい、スタート。手上げてや。全然やん、トモくん。俺より遅いね。え、待って、俺より遅いね、それ多分。いやいや、今何秒？今、まあ24秒ぐらい。まあ今、止めたのは25秒やけど、手上げたのは24秒ぐらい。そんなんや、もちろんやってられへん。いやいやいや。だって40秒ぐらい。いや、それはやばい。それはえぐい。そんなんや、もちろんやってられへんわ。なんや、なんやねん、ほんまに。なんやねん、口だけ番長。すいません。ほんまに早かったっす。思ったより面きついっすね。トモくんの毎回のパターン、ほんまにこれ毎度やもん、ほんまマジで。叩いてかぶってじゃんけんポンを全力でお願いします。叩いてかぶってじゃんけんポン、叩いてかぶってじゃんけんポン。はい、いっぱいでしょ。
タナイビガルでジャンケンファイタナイビガルでジャンケンファイタナイビガルでジャンケンファイはい、行くのでしょうおお。目隠し気配切りやってくださいよ。見えるんちゃうんですか。中で目つぶっといて絶対見える。やったらもうハチマキ戦でやるもん。もうちょい、もうちょいそっち行って。こっちですか。うん、で、シールストップ。し。はい、ストップ、オッケー。もういいよ、もういいよ。もうストップして。やばい。行くで。ちょっと待って、ほんまにやばい。よーい。ドン。ドンで喋って。うるすぎるって言われはっはっ新竜後ろキーやわ前出た方がいいそれで行こう。大人は公園で遊んだらあかんのちゃう生きにくい世界やこれが日本です。本当にこれが日本なんです。カラオケの点数誰が一番取れるのか対決してください。カフェラーってもカラオケしてる気せんよ。めっちゃ難しい。一回ジャックポットの時もやったことある昔の、うん、マジで難しい。誰から行く。最初はグー、最初はグー、最初はグー、最初はグー。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲。その雲が雨を降らせて繰り返して欲しくて。愛が僕に噛みついて離さないというけれど上出来やもん、これすごい。俺カラオケでこれ一回も歌ったことないけど、これ歌う。あ、そういう保険かけれぞ、ロールラビゾーバー悲しいけれど終わりにしよう。キリがないからきっと最後の恋ラビゾーバー。60点言ってたらもうこの採点おかしい。ただ変声の方がうまかった。うまかった。うわっすげえ。86点。愛に愛されて愛に泣く愛に泣く
は大意に学ぶ俺らが残した足跡はかけがえない想い出とつながる。でも現実は余裕もゼロなのに見てる大きな夢も今はまだ無理。まるで手のひらで溶ける勇気、愛に愛されて愛に泣く愛に。最下位78点、78点やばいけど最下位。日本最大級六甲山アスレチックパークに行ってみてください。いやめちゃくちゃ早いな。全然カメラ目線ちゃうやん。心理どう？バカ気持ちいい。え、怖い？え、全然怖ない。ほんまに鳥になった気分ない。マジで？ほんまに気持ちいい。全く怖くない。さすがフィッシャーズが紹介したとこだけあるな。ほんまに店員の態度バリいいし。マジで。あ、これか。要は TikTok とかで流れてるよな。そうそう、めっちゃいけるって絶対勢いやで、これ。マジで落ちる。行こう行こう行こう。ちょっと待って、落ちたくない。いけるって。じゃあ、もう地区の入る。いいじいいじ。落ちるな、落ちるな、頑張れ。いける。後ろで見てんぞ、ギャラリーが。落ちる。いやいや、やった感出すなって。負けた方罰ゲームやで、これ。やばい。よく行きました。これめっちゃ力使うよ。腰が痛い。おい、ターボなんでこっち来てんの。運転やって。ターボ運転やって。いける。あれしかリングしかやってへん。カットされた。カットされたじゃん。やってへんの。カットされた。楽勝。下り怖いで。こういったな。濡れるやん。バランスよくやったら濡れへんねん。バランスが悪いねん、それ。それだけ。それだけ。もうまとわりつくなって。絶対落ちたくないから。なるほどな。プライバクシーよりほんまいけそうなやつしかいけへんな。よーい、ドン。はい、ターボの勝ち。よしよし、手触ってるだけやん。よしよしよし。あ、楽勝や。危ない。はい、ジジイが一人来ました。そういうことか。いったいった。